ワッチの橋口さん本人ですよ。ちょっと、いや嬉しいです。信じられないでしょこんなことあるの、ね、あ、こっち、別の人の彼女になったよ、今度はあなたみたいに一緒にフェスで大はしゃぎとかはしないタイプだけど、余裕があって大人で本当に優しくしてくれるの、別の人の彼女になったよ、今度はあなたみたいに映画見てても私より泣いてることなんてないし、どんなことにも詳しくて本当に尊敬できる人なの、キスや態度だけで終わらせたりせずにちゃんと好きだという言葉でくれるの、怒鳴り合いは愚か口喧嘩もなくて、むしろ怒るとこがどこにもないの、だからもう会えないやごめんね、だからもう会えないやごめんね、あなたも早くなってね、別の人の彼氏に、別の人の彼女になったよ、あなたの時みたいにすっぴんだって笑っていられる私ではなくて、一生懸命おしゃれしてなるべくちゃんとしているの、別の人の彼女になったよ、あの時みたいに大きな声で口を言うような私ではなくて、それをすると少しだけ叱られてしまうから、夢や希望とかを語ることを嫌ってちゃんと現実をね見つめていて、正しいことだけしか言わないからずっとさらけ出せずおとなしくしてるの、だからもう会えないやごめんね、だからもう会えないやごめんね、もう早くなってね、だけど私はずるいから、だからもう会いたいやごめんね、だからもう会いたいなずるいね、あなたも早くなってね、別の人の彼氏に私が電話をしちゃう前に、
ス。こんな恋愛したことないのにグッときちゃったね。いい歌ですね、橋口さん。いや、ありがとうございます。ちょっと俺悔やまれんのさ、ここの半を上げるところね。ここ別の人の彼女になったようですよね。そこ忘れてんのよ、はいはいはい。2テイク目いきたいと思います。そうそうそう。いやすごい。いや素晴らしい、ありがとうございます。いやもう心を込めて歌わせていただきました。もう橋口さん、今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございました。あ、もうこのコーナー終わってもいいけど。最高に気持ちよかった。いや大丈夫でしたか、私。はい、もちろんです。大丈夫というか、やっぱりもうね、天野さんもうずっと聞いてましたから。天野さんは ありがとうございます。歌ってるの嬉しいです。ありがとうございました。じゃあ今度は足りないで、はい、足りないで。2作品見る女性目線の歌を、はい、もう女性目線ばっかりを歌わせていただいて。そう、男性目線もありますもんね。あります、あります。ちょっとアルバムしっかり聞いて、またご一緒できたらよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あっちの橋口さんでございました。ありがとうございました。うどちゃん、これは本当あのキャインのあれとは別であげたいと思います。ありがとう。だからもう